水茶屋は、江戸時代、道端や、社寺の境内で、湯茶などを供して休息させた茶屋である。係り茶屋とも言う。江戸で言えば、上野三家、両国広広子寺、その他三景人の多い寺社の付近にあった。中でも浅草観音境内の伝房院の付近に、軒を並べた二十軒茶屋は有名であった。江戸政後六十条広本には、江戸町町に、水茶屋始むること。 浅草観音、芝神明、その月内寺,寺寺には、古来よりありくる。教宝十八牛戸しさが釈迦如来へ行員にて会長。両国教の川端に、茶屋出来。原文四年新州前工事へ行員にて会長。両国五十らし向き広工事に、大和茶、一福一線に売る茶屋出来。同胞長元七というものを大阪物にてしだす。だんだん今は町町に出るとある。 森佐田万光によれば、水茶屋では、最初に、一金の値六問目くらいの茶を、茶、量の小を、に入れ、上から湯を差したものを出し、しばらくいると、別に消耗しなくても塩漬けの桜か香線を左右に、入れて出し、客の置く茶代は、一人で百分置くものもいるし、四五人で百分あるいは二百分置くこともあるが、一人の、場合、標準は二十四分から五十分の間であるという。 九時の女性で評判が高かったのには、明和年間の柳川笠森稲荷境内鍵屋の汚染、関西年間の浅草随心門前、南馬屋の沖田、両国屋剣堀の高島おひさなどの書位、看板娘がいた。彼女らは、鈴木春信、北川歌丸などによって一枚絵にまで描かれた。今でいう、プロマイドである。 また看板娘の名前は、店の雰囲気を変えるために店にいる時の名前、つまり、芸名であることが多い。その風俗は、完成年間の、青楼ぼけ縦貝に、竹長で、噛み上げして、剥げて落ちるように口紅を、こくつけ、杖の水串を散るように横土よの方へ、じよいと刺し、頭痛の呪いと見えて、不審死の、よう肉ひさき髪を丸くして、両方の小瓶先へ張り、 開いた手島の梅の着物に尻の方まで回る幅広い清らのかはり島の前垂れに蛇口にした七里面の紐をかけなどと見える。ありがとうございます。